こんにちは、こんばんは、なるみ塾です。今日の中学校3年生数学は、掃除のね、3まで来ましたね。今日はいよいよ証明を書いていきたいと思います。と言っても、中学校2年生の時にやった三角形の合同の証明ともうほぼほぼ一緒です。何が違うのかというと、掃除条件っていうのを使わなければいけないっていうこと。ただその途中ね、等式何個も作って、まあ最低でも合同だったら3つ作らなきゃいけなかったけど、ああいう流れはもう本当にそのまんまだし、中学校2年生の時にやった錯覚や対頂角、同位角みたいなやつもそのまま使えるので、まあ掃除条件使うようになったっていうだけっていう感じだと思います。なので中学校2年生の内容がまあそこそこ身についていれば難しくない話になります。まあただ書くのは面倒だけどね。相変わらずやっていきましょう。これは前回の授業でやった直角三角形の仲間ですけど、直角三角形が1個あって、その中にさらに直角三角形を作ると、なんかあれなんですよね、こうちっちゃいやつ、中くらいのやつ、でっかいやつ、全部が3つ相似になりますよと。で、前回の授業では証明してるわけじゃないんだけど、相似だよね、だからもう長さの比出すのに使えるよねって話をして、問題を解いていってます。で、今日はそれを証明しなさいということで、まあやっていきましょうかね。三角形 BAC と三角形なんとかについて、三角形 BAC、まあ、2つの証明したいやつをまず一発目に書いてということですけど、 BAC っていうのはこれね。で、もう一個が B スタートの三角形ですよね。これって大きいのと中くらいのとちっちゃいのが全部相似なんだけど、まあちっちゃいのだろうね、 B スタートでいけるやつって。ほんで、まあ書いてみましょう。こうこうこうってなると、もう見た瞬間にもうここは共通ですね。この部分が共通ですよね。色くつけて書くと汚くなってしまいがちですけど、まあ書きましょう。こう、ほんであとはここは90度で終わりましたね。はい、これでも合同の時はこれで終わりじゃないよね。合同の時はこれ、今これ2つしか書いてない、角度一緒、角度一緒、90度で一緒みたいな感じで2つしか書いてないけど、終わりじゃないですよ合同だったら。でも掃除は終わりですね。2組の角がってやつがあるので、で、2組の角がをやっぱ一番使います。掃除の証明、入試問題も含めてです。いろんな証明の問題、集めた時にはやっぱ二組の角が一番使われます。まあ角度楽でいいよね。じゃあ証明書いていきましょう。もう別にね、これといってないよ、新しい知識は合同の時に言っちゃってる。じゃあ BAC と、まあ注意はここだね、 BAC って言われてるけど、 BAC、BAC ね。じゃあここは B なりって言ったら BDA ですよ。対応に注意してくださいね。BAC、BAC、真ん中に90度の角が入ってきてますよね。じゃあちっちゃい方も真ん中に90度入れればいいということで、 B スタートから90度が真ん中、 D が真ん中に来るように BDA と並べました。合同とは違うところは長さが全然違うんだよね、相似っていうのは。だからもう角度同じところを、まあ、手に、ね、探すしかないので、まあ、そこはちょっと注意してください。で、証明書いていきましょう。まあ、どっちから書こうかな。この枠だったらどう書くっていう感じだよね。結構意地悪な枠の作り方してますけど、まあここを言うのかここを言うのか、言い方で1か2かってちょっと書いてる話が違いますよね。じゃあもう書いていくね。1は何を書くのかっていうと、これは共通だな、重なっている共通な角形。はい、ABC、 間違った、 ABCABC、 ABC ときたら、次はって言ったら、はい、ここで注意ね。ここ並べるときの注意ですよ。ここ並べるときはって言ったら、片方はもういいんですよ。A 見ながら並べるけど、こっち並べるときは A 見じゃダメだよ。いい？ A 見ちゃうと、時々並び順間違ったりする人がいるからね。A じゃなくて、このアルファベットの並び順、最初に書いたなんとかとなんとかについての、ここで対応をきちんと考えて三角形に書かなきゃいけないんですね。こんな風に3つのアルファベットの並び順がお互いの対応関係を表しているように並べなければいけないんで、ということはここ見ればいいんですよ。 ABC でしょ、こっち見てね。 ABC、 真ん中左右の順番で書きます。
ました。じゃあこっち側書きたいんですよね。今こっちの三角形についての括弧を書きたいんだけど、それも真ん中左右 ABC 真ん中左右、じゃあここも真ん中左右って書けば簡単に書けるんで、絵を見ない方がいいです。並べるときはやっぱここを信じて、このアルファベットの並び順を信じて、書けばいいです。もしここが間違ってたら先生、それだと全部間違うじゃないですか。そうだよね。でもまあもうここ間違ってるやつはもう証明初めからできないので、あの下どんなに頑張ってもどうせ点数なんか取れないんでいいです。ここ間違えたやつはもう初めからゼロなんで、だからここはここ正解してもダメです。いいですか。なので、まあ、逆に言えばここはすごく大切ってことですよ。大切に正しく書いていればこういうふうに使うことができる。いい？でそこを、意識して書くとこういうふうに並べるときに一時絵を見なくて楽だと思います。でその次、90度の方は仮定だよね。与えられてる水線引いてると与えられてるんで仮定です。 BAC、 あこれは書きやすい。 BDA、 ここ見てよ。 BAC って言ったから、あ BDA って書けばいいんだな。あれあれ、ここに1個なんか線がイコールだ、イコールでなんかある。はい、いきますよ。これは合同の時も、授業で言ってます。相似とか合同とかの証明してる時って角度が分かってることがあるんですね。例えば60度とか45度とか、そういうふうに角度が分かってる場所がある時っていうのは、わざとその角度を書いてあげてください。これはね、実際ね、書いても書かなくてもきっといいと思うんだけど、書かなければいけない時もありますよね。直角三角形の合同を言う時ってこの90度で絶対書かなきゃいけないんですね。でそれ以外の時は、例えばこの問題だとこれいらないです。じゃあ書いたり書かなかった、角度が分かっていても書いたり書かなかったりするってことなんだけど、こうなってくるとみんなは楽な方を絶対選ぶので書かないを選択してしまいます。そうすると直角三角形の合同をやってる時に90度って書かない、間違う。なので必ず書いてください。角度が分かるときは45度でも、だ30度でも60度でも何度でもです。角度が分かるときは必ず書くようにしてください。でこれは、90度って分かっているからここに90度を入れます。さあそして1、2で終わり。これは嬉しいね。掃除のときだけこんなことです、できます。1、2で終わり。合同のときは無理ですね。3つある。掃除のときは2組の角、2組の角がそれぞれ等しいので、はい、で、BAC もこれ後に並べるだけね。はい、1個目、終わりです。まあ、三角形の合同の時に注意してねっていう話と同じような話をやっぱりしたかな。あとはちょっとまあね、こう2個で終われる。これはもう掃除ならではですけど、これ掃除条件で3つあったけど、まあ2個で終われるのはこれだけですね。2組の角がだけですね。あとの2つは3組の辺がと、2組の辺とその間、あ、2組の辺の比とその間がの角みたいな感じで3つ言わないといけないけど、まあこれがね、2個しか言わなくてもちょっと楽な問題かな。そしてまあこれがよく出ますね。やっぱ入試全般、問題集の問題の全般見てもやっぱこの2組の角がが、一番よく出る気がします。とはいえこれがよく出るからこれだけやるわけにもいかないんで、例題でちょっと比を使う問題をやってみたいと思います。はい、じゃあ例題に行きます。例題には比を使った、相似条件使う問題になっています。で、これは初めて書き方になるんでね、まあ、どんな書き方すればいいのっていうのをちょっとお勉強してもらえればなと思います。じゃあまあもう書いてますけど、これとこれの相似を示してねってことで、まあ、これはもう対応を初めから書いてくれてるので嬉しいな。 ABC、AC、あ、本当。はい、じゃあ書いていきましょう。とはいえですよね、まあ、これはちょっと色分けしてもあんまりさっきみたいに美味しさはないな。合同とかの時はね、色分けするとすごく分かりやすくなるんだけど、掃除って角度しか一緒じゃないからね。まあ見れば分かるのがここが共通、ここだね。 A の部分が共通なので、まあそこについて書きましょうか。共通の角ですよね。BAC、 CAC、
AD、BAC、CAD。はい、2つ。まず、共通の角についての話ができました。で、残りだよね。で、みんなね、学校で初めね、やる頃って、この比の問題でこう長さ書いてるんですよ。こう、8センチとか。で、ああ、長さを見たら、ああ、何対何って分かるなって問題をやるんだけど、塾ではやりませんよ。長さ書いてる問題なんか存在しないです、入試問題で。で、大抵こんな風に比の問題だとしても、なんかすごくぼんやりとした形してきます。で、この問題はって言ったら、今、比を書きたいんですけどね。AB は 2AC の三角形で。で、まあ、ここを見ると AB が AC の2倍なんだねという話が分かります。で、さらに D っていう点をポンって取ってるんだけど、これは AB を4等分、これ4等分、ね、これ4等分するね。これ4等分する点のうち A に最も近い点である。で、ここの文章で比を出していきます。計算って感じじゃないかな。まあ4等分するよ、1回。こんな感じね。D の存在っていいかな。1,2,3,4 で4等分されたところ、 AB を4等分されたところに D を取ってますって書いてるんで、でさらにこっち側の情報を入れると AB って AC の2倍なんですね。ということはだよ、 AB が AC の2倍ってことは、この AC っていうのは2メモリ分になるかな。この2メモリ分かな。だってこれ2倍したらこれになるでしょ。で、AB は今4メモリでこれ書いてるから、これって2メモリ分ってことになるよね。はい、やっていきます。で、何書くんですかって言ったら、AB は 2AC でしょ。AB は AC の2倍。それ書いてるポイントですよ。じゃあ、AB は AD の何倍なのかって言ったら、ここに書いてるけど、こうだよね。これ、根拠ですよ。共通な角よとかのここと並ぶ根拠にしてます。ここからはもう比が出ます。まあでもこうやってメモリ書くと分かりやすいね。 AB 対 AC 出しましょう。 AB 対 AC、 これ 1,2,3,4,1,2 の状態なので、まあまあここ見て、まあここ見てもいいよね、これ見てもいいけど、2対1です。でもう一個です。もう一個はって言ったら AC と AD2 対1です。2対1でしょ、だって2メモリと1メモリだから。このブルーのここと赤のこの2個1、だから2対1。はい、でこれで相似条件が今出揃ってます。ちょっとここがさ、やっぱりね、分かりにくかった。こうやってメモリ打つと、これが4つか、これが2個か、これ1個かみたいな感じで分かりやすくなったかもしれないんだけど、まあね、ここだけで読み取ると意外と面倒くさいんで、ちょっと丁寧に書こうと、こうなると思います。で、今書きました。比使う問題やってますよね。今この状態で今何人言ったのかって言ったら、角度について言いました。2で書いたのは赤のこれと青のこれね。で、3で書いたのは赤のここと青のここね。で、これで何が言ってるのかっていうと、辺2個の比と中の角っていう状況を作ることができてます。ということなので、ここはって言ったら、はい、2つの辺の比とその間の角がそれぞれ等しいので、三角形 ABC、三角形 ACD というふうになりました。でね、ここはね、今俺こうやって書いたけど、仮定でもいいと思います。まあ、俺は仮定って書きたい、本当は。ただ仮定だと格好悪いから、こうやって格好つけて書きました。なんかちゃんと分かってるぜ、みたいなアピールですよ、ここは。根拠っていうのは、ここを書いてるのが、こう書いてる理由を俺は分かってるぜのアピールなので。で、ここを仮定よりって書いても、減点はされないでしょう。ただし、まあせっかくね、こんな式があるんで、それを使ってかっこよく書いてみました。でもまあ実際は絵で、ね、見たけどね、何体か。はい、というわけで、比を使う問題やってみました。まあ相似の証明っていうのをね、今日やったんですけれども、合同の証明がちょっとパワーアップしたぐらいかなっていう感じです。ただし証明
知ってる、学校の定期テストは比較的できた、でも入試問題できない、難しくなるよね。なのでまあ難しくなった時は数学の力が出ると思います。ただびっくりするぐらい簡単なやつが出たりもするので、やっぱりこういう基本的な部分を、まあ、得意な子も苦手な子もしっかり押さえておくことは大事です。本当に簡単な証明が出たりもするんですよ、入試って。だから分からないんでね、全くできないとかにならないように、まあ最低限度こんな簡単なやつぐらいはできるように、いやこんな簡単、いやそんな簡単じゃなかった、はい、まあ簡単なやつはできるようにしてほしいなと思ってます。というわけで今日の授業はこれでおしまいです。ありがとうございました。